ニルス・グスタフ・ダレーンは、スウェーデンのエンジニア、起業家である。スウェーデンの AGA 社の創業当時からの一員で、あり、ダレーン式灯台や AGA クッカーなどを発明した。1912年には、灯台や明かり不評などの照明用ガス貯蔵技用の自動調節機の発明で、ノーベル物理学賞を受賞した。スウェーデン、ベストライエータランド県の小さな村。 ステンストルプに生まれた。実家は農場を経営しており、ダレーンはそれを拡張して種や日用品を売る市場を開設した。1892年、牛乳の乳脂肪分を調べる装置を発明し、ストックホルムに行って、それをグスタフ・ド・ラバルに見せた。ド・ラバルは独学でそれを発明したダレーンに関心し、技術教育を受けるよう進めた。ダレーンは、 チャルマース工科大学に入学し、1896年には、博士号を取得した。卒業後1年間、ダレーンは、チューリッヒ工科大学のウレルストドーラに指示した。その後、ヘンリック・セルッシングと、ダランセルッシング社を設立。1901年には、スベンスコ・カービドアセットリーン社で働くようになった。不可能なアイデアにも、 果敢に挑戦するという点では、ダレーンはドラバルと同じ系統の発明家だったが、同時に彼は経営者としての用心深さも備えていた。ダレーンが生きていた頃の AGA 社はスウェーデンでも最も革新的な企業であり続け、次々と様々な新製品を発売した。1970年代になると AGA 社は多くの部門を切り捨て、 工業用ガス製造のみに洗練するようになった。ダレエンは1901年に結婚し、二人の息子と二人の娘を設けた。1912年に AGA 社がストックホルムの近くに建てた灯台。1980年に電化する際、1912年以来一度も保守されていないにもかかわらず、ソルベンチルが機能し続けていたことが判明した。 ダレーンが1912年に建てた家。現在は中スウェーデンカナダ大使の住まいになっている。ダレーンがまず研究したのはアセチレンで非常に爆発しやすい炭化水素ガスである。ダレーンはガスを吸収し安全に貯蔵、輸送できるようにする多孔質のアガマス酸を発明した。これを用いて灯台の照明用燃料にアセチレンを使えるようにした。 アセチレンを燃焼させた日はそれまでの LPG に比べると発光が強く白色であり多くの灯台で使われた。さらに暗くなったら自動的に点火し夜が明けたら自動的に消火する自動調節器ソルベン治療を発明。また、ダランフラッシャーは種火を除けば周期的に光を強める時だけガスを消費するようにした装置である。AGA 社はこれらの発明を使って 電力も不要で従来の一、0のガス消肥料で長寿命で、保守の工数を減らした明かり不評を製作し、航海の安全に貢献した。1906年、ダレーンは技術主任となり、1909年に AGA 社に改組された時には社長に就任した。AGA 社はダレーン式の灯台や明かり不評を製造し、 1912年頃には大きな工場がリディンゲに完成し、AGA 社はストックホルムからリディンゲに移転した。スカンディナビアの複雑な海岸では AGA 社の部位が大いに使われ、パナマ運河でも AGA 社の灯台がその全長に渡って設置された。1920年代の AGA 社の製造、開発拠点1926年のダレーンダレーンと妻1912年、 アセチレン蓄積機の最大耐圧を計測する試験中、そのうちの一つが爆発せずに小さな炎しか出していなかった。よく見ようとダレーンがそれを覗き込むと突然爆発し、ダレーンは傷を追い失明した。仕事に復帰できるようになるまで数ヶ月を要した。同年、ダレーンは灯台や明かり不評などの照明用ガス貯蔵技用の自動調節機の発明で、 ノーベル物理学賞を受賞した。この受賞には若干の同情による配慮があったとされる。受賞式には出席できず、代わりに兄弟で眼界のアルビン・ダレーンが出席した。受賞式でのスピーチでは、個人の安全を犠牲にしてまで品質確保に努めたダレーンをアルフレッド・ノーベルと対比させた惨事が述べられた。ダレーンは1913年には社長に復帰し、 1937年まで経営を続けた。1929年には AGA クッカーというオーブンを発明した。1912年に会社がリディングに移転した際に建てた自宅で主にその試験を行った。なお、ダレーン本人は自宅の完成前に失明したため、その姿を自分の目で見ていない。AGA クッカーの開発では家族が温度を測定したり、 空気の流れを調べたりと様々な面で協力した。ダレーンは生涯に100以上の特許を取得した。ありがとうございます。